スプラトゥーン3の新情報を見ていきます。じゃあ1つ目、これは R ペン 5B なんて読むの、 5B でいいよね。 R ペン 5H とはサブやスペシャルを変えて掛け味の違いを出した別モデルだ。サブウェポンのスプラスシールドで有利な場所を確保し、最大5連射できるメインポンに塗り広げよう。スペシャルウェポンのアメフラッシュを使えばさらに広い範囲に影響を及ぼせるぞ。これね、評価高いです。俺結構これ結構強いと思うけどね。まずそもそもこういうチャージャー系とスプラッシュシールドはね、スプラジャージャーコラボで相性いいことを証明されてる。プラスまあでもアメフラッシュ自体はそこまで強いスペシャルじゃないけど、後衛武器とアメフラッシュはかなり相性がいいと思うから結構悪くないんじゃないかな。うん、意外と使う人いるとは思うけどね。かといって無印のエナジースタンドとも相性がいいから何とも言えないところだけど、まあちょっとでも X マッチだったらこっちの方が一人で試合コントロールしやすそうであるけど、まあでもこれはねそんな注目武器ではない。まあチャージャー使いがちょっと味変で使うかなみたいな武器じゃないかな。墨流シートのあれか、墨流シートの映像があるはずだよね。じゃ続いて、墨流シートを使用している様子を記録した映像を入手した。相手のシートに触れるとダメージを受ける上、しばらくの間視界の色が落ちて見えてインクの区別がつきづらくなるようだ、ということで見ていくか。いやこれどうなんだろうな、多分ねあんま強くないと思うけどね。いやどうなんだろう、もうなんかもうちょっと濡れたら強いと思う。うん、でこれなんか情報によると35ダメージらしいんだよね。スペシャルでこれダメージ35しか入らなくて、かつ別に敵のインクもあれだよね、防げないよね。敵のインク防げんのかな。敵のインク防げるんだったら結構強いけど、敵のインク防げないで、かつ塗りも発生せずに、あ塗りちょっと発生するのか、でもほぼ塗れないのと同じで、でインクの区別がつきづらくなるっていうのもどうなんだろうね。まあ上手いプレイヤーにとってはあんまり効かなそうだけどな。まあスプラトゥーン甲子園とかだとこれでわけわかんなくなって負けるみたいなことはもしかしたらあり得るかもしれないけど、多分今のところ俺の中じゃあんま強いスペシャルにはならなそうだな。あまり強くならそうな理由の一つとしてさ、ボトルガイザーフォイルについてんだよな。メインが強い、メインが強い武器についてるってことはそんなに強いスペシャルじゃないんじゃないかなと予想しております。はい、新しいスペシャルウェポン、墨流シートの詳細が明らかになった。着弾点を中心に巨大なインクのシートが展開するぞ。やっぱインクのシートだから、あシートは互いのインクを通すものの視界が遮られるので攻撃当てるのは難しくなる。やっぱシートだから攻撃は通るのか。じゃあ弱いね。じゃあ弱そう。弱いでしょ。弱いと思うけどな、これ。敵のインク通さないんだったら強いなって思ったけど、相手を分断してて自分の移動先を隠したいと戦術的な使い方ができそうだ。まあスプラローラーとは相性良さそうだけどね、全然強くなさそう。まあデコイチラシを見てますからね、なんかすごく弱そうなスペシャルに見えるけど、まあ使ってみないと分かんない。ボム持ちなら突っ込んできた敵にボム事故させるとか。ああなるほどね。まあでも潜伏しやすくなるはあるね。これはボトルガイザーフォイル、ボトルガイザーに輝くエンブレムがつき、ホリデーを侮るカラーリングが施されたモデルだ。サブウェポンのロボットボムとスペシャルウェポンの墨流シートで相手を追い詰めて注文を支配しよう。まあ、これもね、そうだな。まあ、ロボットボムとは相性いいと思う。スプラッシュボムの方が強かったけど、まあ、スプラッシュボムだと強すぎるから、おそらくロボットボムで調整してきたと思うんだけど、ロボットボムでも全然いいね。まあ、そもそもボトルガイザーってさ、そうだ、塗り強くないから、索敵は苦手な武器ではあるから、ポケコで索敵して、っていうのはありだけど、墨流シートが多分強くないから、じゃあ無印で良くねえとはなると思うね。無印は超えられない気がするな。無印のね、スプラッシュシールドウルトラショットが強すぎるね。続いてはこちら。これはスパイガジェットソレーラ。スパイガジェットのデザインが異なる姉妹品だ。傘を開いたまま戦える特性を生かして、相手を釘付けにし、サブウェポンのトーピードやスペシャルウェポンのスミナラシートの効果範囲に追い込もう。じゃあトーピード武器も増やさなくていいから。新スペシャルついちゃったからね、シーズンの初めはすごい流行りそうだし、っていうか、スパイガジェット無印がトラップサメライドだから、これあれだね、スパイガジェット使いはまあこっち使うだろうな。スペシャルサメライドだからね、スミナラシートが弱かったとしてもサメライドよりはマシ見たくなりそうだから。やだね、これ。しかもスパイガジェットって確かスプラローラーと同じミラーなんだよな。嫌だな、これはちょっと流行らないでほしい。流行らないでほしいです。お願いします。トーピードはもういいです。はい、じゃあ続いて。ちなみに俺これ応募しました。
当たったら行きます、当たったら行きます。任天堂ライブ2024東京、まあ、捨てげたらバリアの上位互換になってしまわない。ただまあ確かにそうか、住み流しとね。出ました、え、これやばいよ、これやばいよ、この武器は。これはフィンセントヒュー、持ち手の素材にもこだわったフィンセントの別モデルだ。サブウェポンのポイントセンサーとスペシャルウェポンのマルチミサイルで相手を発見するのが得意なセットになっている。振り始めたら強い特性を生かして有利な位置から攻撃を加えていく。反射艇殺しきました。いやこれやばくね、マジで。別にさ、めっちゃ強い武器ではないと思うんだけど、まあスプラローラーとかそこら辺の単射程キラーすぎない？メインの射程もね、やっぱスプラローラーとかさ、カーボンローラーとかさ、まあね、それこそ単射程武器かなり狩りやすい性能してんだよ、フィンセントって。それプラスポイントセンサーにさ、マルチミサイルの索敵、これえぐいな。これやだな、マジで。本当に流行んないでほしいんだけど。もういいって、そういう外役武器を増やすのは。もうあまりにきつかったら俺、フィンセントヒュー使いになるかもしれない、もしかしたら。でも結構強そうだね。使ったら面白そうな武器である。これはやばいね。でもラインマーカーだったらね、また弱いじゃん、見たくなるから、ちょっと強めにしたんだろうな、ポイントセンサーで。いや、ポイントセンサーちょっとね、過小評価されてると思うんだよな、俺、イカ研究員。ポイントセンサーめっちゃ強いからな、ほんと。いや、これは流行るね。これは流行ると思う。フィンセントね、ちょっと癖あるけど、意外とちょっと慣れたら使いやすいから。はい、じゃあ続いて、あ、カタログ。カタログ見てくれ。まあいいじゃん。あ、かわいい。かわいいこれ。あ、イカ忍者じゃん。あ、なにこれ。わけわかめニット。かわいい。これにイカ忍者つけたい。これにイカ忍者つけます、私。あー、またこれ。あー、また50超えたら、あれか。前シーズンの、あれになってるね。うん、あー、かわいい。まあ、いいでしょう。これはね。良きとして。これ、今日の情報だね。今日の新情報ですね。これは、ラクト450デコ。ラクトはデコだったね。ラクト450にデコレーションが施されたモデルだ。サブウェポンのスプラッシュシールドで前線でのバトルに幅が出ており、一射で相手を撃ち抜く爆発力を発揮しやすくなってるぞ。スペシャルウェポンのサメライドも活躍して積極的に戦おう。サメライドついた瞬間一気に弱そうになるな。まあ、サメライドのね、強化がもしかしたら来るかもしれないから、まあ、次のアップデートで来るかどうかわかんないけど、今後のアップデートで何かしら強化は来る可能性超高いから、そういう意味ではちょっと期待持てるかもしれないけど、今現状だともう弱いね。弱いけど、ノラの縄張り、フェスとかだったらちょっとうざいかも。ちょっと。サメライドで抜けてラクトのすごい塗りでバーって。でもシールド面白そう。シールドでさ、最前線でさ、生存する立ち回りしやすいから、ゾンビラクトとかにするんだったら、まあ、デコの方がちょっと強いかもね。ゾンビラクトやるの面白いんじゃない？もうスペシャルでもうないようなもんなんで、メインとサブウェポンでひたすら切る狙うみたいな。ということで、これで終わりかな？あとは ABXY。新しい曲か。はい、こんな感じですかね。ということで、新情報見ました。皆さんどうだったでしょうか？まだ新情報残ってるんで、また新情報出たら見たいと思います。まあ、俺が、今一番気になってんのは、スプラマニューバーコラボとかかな。あそこら辺は気になってるけど。まあ、俺が使う武器としたら、フィンセントヒューかな、今のところ。フィンセントヒューは、ちょっと気になってる。まあ、来シーズンはね、今までずっと全ルールスプラローだったじゃん。来シーズンはちょっと、どれかのルールは違う武器でちょっと頑張っていこうかなと。パワー更新とか、王冠とか狙っていこうかなと思うので。ということで、以上です。はい。ありがとうございました。